もうあそこでええんちゃう。ほんまにこれ30センチぐらいしかないっすね。あ、ここ開いてますね。いや、狭くね、これ。これは、これはちょっと厳しいな。いや、これは無理やな。これは無理っすね。あ、でも後ろの人行った。これまた、またデンジャラスゾーン開いてくる。この右は行けないってこと。あ、開いてないか。右行くしかないっすね。あります？そこ狙う。てか後ろの人ついてくんのやめてやん。なんでプレッシャーかけてくんのこの人。あ、開いてますよ。下の方があるんじゃない。これマジでギリギリやで。これ あ、そこどうですか。これここ、このこの辺どうですか。行ける。あ、これこれこれ。あ、行ける。真ん中来た。行ける。出る。これ出ようか。出ようか。じゃあ僕も出ます。出る&変わってもらっていったらいいか。嫌です。それ一番難易度高いところね。あ、ケイ君、運転逃げた。おお。いや、まあでも日本のパーキング経験者やったら、まあなんとかなんじゃないですか、ここやったら。これで添田さんゴンとか言ってやばいな。あー、素晴らしいっす。 OK っす。 OK っす。あれ、そしたら次こっちの人出れんくなって。あ、そうか。左。うわ。え、この人乗れへん。この人乗れへん。ちょっと、そういえばさ、この人が乗れないっす。はいはい。ケイ君が放棄したのに。あ、いけますね、いけます、いけます、いけます。オッケーです、オッケーです。オッケーです、オッケーです。今回の大会は日本人の選手がたくさん揃ってて、ジャマ君、添田さん、辰馬さん、ケイ君、そして僕ですね。今日はみんなとご飯を食べます。今のバトルめっちゃ面白かった。ワシントンですね。今内山くんが日本食レストランで待ってくれてます。え、コリアンバ、コリアン、コリアン、コリアンありましたか。ここでこう置いてコリアン、コリアンです。とりあえずメニュー見る。一回メニュー見ます。日本食のメニュー、確かに日本食のメニュー一回見ましょう。オーダーしてんじゃないですか。もう我慢できない。僕もまず腹減りました。はい、本日はナショナルギャラリーへ。ちょっともうあんま時間ないけど入っていこう。1時間半ぐらいだけやけど。俺一回行ったことあるんすかな。あるんかい。あるよ。博物館も行ったよ。博物館も行ったことあるよ。いい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 いよ。ちょっと、あのポーズもすごいな。俺一回来たけど何も覚えてないわ。うん、ちょっとわからんな。はい、やってきました、ホワイトハウス。ちなみにマジで見えやんで。見えやんの。ホワイトハウスの、気がすごすぎて。ホワイトハウスのホワイトの部分。うん、ホワイトハウスの緑の部分しか見えへん。それ逆にレアやな、ホワイトハウスやのに緑。はい、ホワイトハウス。うわ、これ限界。あれ、ホワイトハウス。多分ここが一番近いんちゃうんかな。あれが記念碑っすね。こんなもんやで。はい、今ですね、リタイアしてから1日少し置いてから練習してるんですけども、だいぶいい感じですね。はい、十分動けてると思うんで、明日トロントに向かいたいと思います。まあ、今日はちょっとまだ球出しだけなんですけども、一応2時間ぐらいやってるんで、はい、で、まあ、痛みとかも全くないですし、基本的に動きも問題はないかなというふうに思ってます。で、今彼はですね、僕を今なんかインスタかなんかで撮ってるんですけども、 YouTube ストランド練習してくれ。そうですね、やそくんちょっと重大発表がありまして、結構ね、かわいそうな、かわいそうではないな、なんかお前だけ楽しみに行くだけやもんな。全然楽しみじゃないから。そうなん、
だってさ、考えてみ、俺何しに行くと思ってんだ。僕はちなみに俺は今から明日トロントに行くんですけども、ちなみに家族どこ行くの？あれがですか？あ、ベガス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 に遊びに行くの？ベガスに遊びに行く。いや、そうなんすよね。なんと安尾くんカナダに入国拒否されました。カナダから入国拒否されました。カナダ行けやんもんな、マジで。国境で止められるらしい。いや、マジで結構ね、知ったの昨日っていう。マジでどうしようかと思った。だからまあ、なんかどこにも行けないんで、まあ、ヤスさんはとりあえずラスベガスで遊んでくれるそうです。で、僕はトロントで、予選なんですけど、田中さんと合流をする予定です。あれお前も大事な試合してるかもしれんけど、俺もラスベガスでカジノっていう大事な試合してるから、全財産かけるから。帰ってこれなかったらごめん。本当にショックなんやけど俺。まあ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 、そういう時もあらあら。まあ、束の間の休み楽しんでくれ。最後の練習や。